ろしくお願いします。お願いします。じゃあ陣営を決めましょう。決めましょうか。どうぞ。はい。お、あーなるほど。はい、アンドロイド側からドローします。じゃあ3つ引きます。はい。あ、いい手入ってますか。どうでしょうね。自分の持ってるカードを照らし合わせて相手が持ってるカードを割り出さなきゃいけない。まずそうですね、基本です。この状況を見たらこうかな。やっぱり警戒すべきは初手12なんですよ。なるほど。人類側もずっとそれが怖いので。はいはい。なんですけども、お分かりの通り対抗札が非常に少ないんですね、こちらは。いやー少ないっすね。3とか少ないな。まあ4とか6とかそのあたりのね、札が非常に少ないので、どうするかなってとこですか。こうしましょう。はい、では出揃いましたのでカードオープンします。はい、オープン。オープン。負けました。いいのかな動画これで。では12で勝利したので、はい、とりあえず1戦目はアンドロイド軍の勝利と。はい、アンズさん側アンドロイド軍の勝利となりました。はい、2戦目いきましょう。いきましょう。じゃあドローを開始しますね。はい。あー、うん、いいっすね。いいですか。え、こっちもかなり割と理想的かもな。いや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 。ブラフだな。まあ、ここで何を出すかなんですけど、まあ、とりあえず様子見ますか。おう。はい。じゃあこれで参ります。ほんと人類側1ターン目が一番怖いかも。はい、これでいきましょう。はい、出揃いました。では、はい、オープンします。オープン。はい、はい、おーいいですね。2と8なので、はい、8の勝利ですね。はい、数字が大きい方が基本的には勝ちます。ですが、2の方には今有効な効果がありますね。はい、2の効果ハッキングが発動します。相手の手札1枚を全体公開します。はいはい。私が見るカードは左から2番目、君だ。はい、はい、1の無垢があらわになりましたね。出てしまいました。へい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 。やばい、プレッシャーをかけられてる。いや今だいぶ有利ですからね、こっち。そう、有利なんですよ。もうかなり有利。出す札は決めているので、こちらで。なるほど、決めてるんすね。はい。ここで私がやるべき行動はこれだ。これでいきます。ほう。では今オープンしましょう。オープン。オープン。はいはい。7と3で、数字の大きい、そして効果も関係ないので、7が勝利しました。はい、勝利です。はい。勝ち星はもらって、そしてさらに、7、内通者の効果が発動します。はい。自分と相手の手札を、1枚ずつ、交換します。ほう。このカードを。はい、ああ、なるほど。そして、この、なんかよくわかんない、一番数字のちっちゃいカードをあげます。ありがとうございます。で、今私側からホームズさん側に行ったのは9の獣ですね。はいはい、出ますが、1はシャッフルさせていただきました。いや9の獣強いんだよな。強いですね。ここはですね、私がすべき行動これですね。はい、これでいきます。なるほど。結構ねカードも出てきたんで、ちゃんとまだ出てないカードを確認しましょうか。はい、はい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 。どうですか。なるほど。これはなかなかの展開ですよ。僕も結構これかな、迷わずいけるかも。おお。では
出揃いましたのでオープンします。オープン。はい、くこれははい、博士のジャミングの効果で弾丸の効果が無効化されますので数字は13のままです。これはアンズさん、はい、弾丸の勝利です。高等テクニックを使いましたね先行で出した弾丸は、博士か、愚者にしかほぼ勝てないというそうですね方なんですが、そこを見事に読まれきってしまったという、はい、ことになります。いやーなるほど大事な大事な4ターン目ここになってきますね。何を思って何を出すのか。勝ち星的にはねもう1持っちゃってるんで私。そうなんですよ、結構勝ち星で行くのは結構厳しいですからね今ですね。まあ、愚者に当てられてもしない限りは愚者にぶち当てるしかないからなのでやっぱりアンズさんは12の特殊勝利を狙いたいはずなんです。狙いたいっすね。はい、獣でハッキングするというそういう手もありますね。そのバトルより前に使われたカード、対戦相手が使ってきたカードの効果をコピーすることができます。いやそんな急ぐことはないと僕は思いました。これです。そんな急ぐことはない。本当にそうですか？本当にそうですか？すぐ読まれちゃいますね。私も急がないでいいかな。困るな。はい、むく出しでいきます。ではカードをオープンしてください。はい。参りました。はい、9、はい、どれをコピーしますか？まあコピーすると言っても、まあ、ハッキングですね。ハッキングをコピーして、間の手札を見ます。はい、こちらです。はい、はい、10がオープンされました。はい、星の数はこちらが、3対1となりました。はい、現状の説明をしますと、私のカード2枚とも割れてます。はい、割れてますねとてもとても嫌な展開ですね。そうですね。はい、でこうなってくると私としては、で相手が愚者を持ってないことを祈るしかないんですよ。もうそうですね。つまり持ってても持ってなくてもこうするしかないんですよね。そうなんですよこうなった時点ではい、では愚者をお持ちでしょうか。じゃあ行きましょうか。はい、ではカードオープン。参りました。あ、持ってない持ってないんかい。持ってないですこれは戦士です。これで私アンドロイド側が2勝したことになりますので、ゲームセットとなります。はい、今回は、はい、アンドロイド軍アンズさん側の勝利となりました。はい、対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました。楽しかったです。